はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さんは一人で平気な方でしょうか？それとも一人になるとちょっと不安になったりとかしますでしょうか？はい、まあちょっと今マリオは一人っきりになってしまったんですけど、今回は前回連れ去られたルイージを取り返すというところからやっていきたいと思います。で、とりあえずもう左しか行くとこないんで、ちょっと左から行きたいと思います。で、ちょっと上取っていくか。このハテナブロックからなんか四つ葉のクローバー手に入れたけど、なんだろう、富士屋と提携してんのかな、このちょっとアカデミーは。ちょっとここの大学は富士屋との共同制作みたいな感じですね、ちょっと。で、このホルマリン漬けを倒したら何か起こるとかありそうだけど、なんもないか。じゃあちょっと下からまた攻めていきましょう。なんでしょう、来ましたちょっとすごいことになってたぞ今。なんかこれルイージですかね。ちょっとルイージがいっぱいちょっと降ってきてますけど、これルイージなんかコピーされてるのかな、これ。なんかものすごいルイージが銀色になってマリオに襲いかかってきてるぞ、これは。ちょっとルイージに当たらないようにしないといけないみたいですね、これは。行きましょう。ちょっとなんか銀メッキにされてますけど、ちょっとまさかのなんか銅から銀に生まれ変わったルイージが降ってきてるんで、これちょっと避けていきましょう。ちょっとなんか100円玉にちょっと格上げされましたね、これルイージが。すごいな、ちょっと思いっきり銀メッキされてるぞ、これは。そしてこれは避けていかないといけないみたいですね。じゃあちょっと避けていきましょうって言いたいんですけど、ダメだな、これ階段とこでやったら絶対に当たってしまうから、階段じゃなくてこういう安全なところで、こういう平坦なところで避けていくか。これで階段でやるのは危険だ、ここです。でもう一回避けてから行きましょう。ここでこういう平坦な地でルイージを避けていきましょう。よいしょっと、よっしゃ、オッケー。ちょっと今こそ兄に服従する時だみたいな感じで、ちょっとルイージ思いっきり反抗期だな、これは。ちょっと完全に反抗期に入ってるけど、でここでまた、よし、オッケー。なんかこれドンキーコングをイメージさせてるんですかね、ちょっと。なんか初代の、あれ？いけたな今。ここか、次行きましょう。オッケーです。ちょっとまだ銅に格下げされたルイージがいるんですけど、これ叩けということか。ちょっと叩くか。おー、冷蔵庫が埋まりましたね、ちょっと。で、ルイージ今の間に多分お酒飲んでるんだろうな、これは。ちょっと、すごいですね。あ、どっか行ったぞ。どんな登り方してるんだ、これは。ちょっとルイージの上がり方がすごかったぞ、今。なんかジェットコースターの、乗ってましたね今。ちょっとお酒飲んでジェットコースターで遊ぶっていう、どんだけ親父臭い人なんだこの人は。ちょっと一人でジェットコースターに楽しむっていう、ちょっとすごいおっさんですねこれは。ちょっと一人でも全然気にしない弟ですけど、よし、じゃあなんだかんだでブロック叩けたんで、ちょっとまた行きましょう。ちょっと多分あれ光の通りに行けばいいと思うんですよね。はい、なのでこう鏡の通りに上行きましょう。これ何なんでしょうかね、なんか地デジの電波飛ばしてるのかな。なんか思いっきり地デジですけど、これちょっとスカイツリーみたいな役割を果たしているちょっと伝統があるんですけど、よし、じゃあ鉄塔の通りに こっちかな。新しいエリア来ましたね、絶対ここですね。じゃあちょっとこれ水飲ませるということなんでしょう。で、この日直黒板みたいなやつは、どうせまた、ケンケンパーの地図が出るだけなんで、読まないぞ、俺は。とりあえず、これ飲んで、下行くということかな。あ、左の、ちょっとネズミに当てればいいんですかね、ちょっと。なんか、ネズミホイホイみたいなのが左にあるけど、これに向かってな、おっしゃ、オッケー、計画通りです。で、おー、来ました。これ、扇風機の役割をしてんのかな？ちょっと、なんか、大学生が鈴まりにここ来るみたいな、ちょっと保健室的な役割を果たしてるぞ、ここは。ちょっと、ものすごい保健室でブロック叩いて、
おお、また新たな、ちょっと地方に地デジの電波飛ばしましたね。オッケー。で、多分今ちょっと反射板みたいなんで跳ね返ってたんで、あそこをくるくる回せるんですよね。なのであれを回せばいいんでしょう。ここ上です。でですね、このなんかプラネタリウムみたいなところも、ここですよ。ここちょっと今、なんか目と目が合う状況なんで、これを奥に飛ばして多分、この真実の口に当てればいいんだな、絶対。なので、これを合ったら、くるんと回って、よっしゃ、オッケー。どうなんのかな？おー！やりました、オッケーです。ちょっともう鉛筆みたい、お？なんかすごいことが起こってるぞ、これは。なんか儀式が起こってるぞ、これは。準備完了ルル。ギラゲモーナ様、ピーチ姫の声よ。スタービーンズにいつでも発射できるるでござるる。すごいな、これは。ちょっと、なんか完全に、なんかハンドパワー送ってますけど、すごいですね。ちょっと、ペッパーが、ちょっと女性バージョンのペッパーが発明されてるな、これは。ついに世界が私の前に慣れ伏す時が来たようだね。なんか、裏がありそうですよね。なんか、マメック王子が秘密の取引してたっぽいんで。で、また違う、なんか、またこっち向いてますね、ちょっと。なんなんでしょうか。なんかもうこっちに光通したくないんですかね。じゃあ、まあ、行きましょう。にしても結構潰れてんな、この大学。ちょっとなんかローン残ってそうなのに、明らかローン残ったまんま、ちょっと潰れてしまったっていう。かわいそうな大学ですけど。じゃ、ここをちょっとこう来て、ちょっとここで中断セーブしたいんですけど、まあいいでしょう。よっしゃ、来たぞ。ちょっと完全にお取り込み中ですけど、ちょっとハーレムを味わいたいみたいですね、この人たちは。ちょっと女子に囲まれたいっていう願望が、何なんでしょう。おぉちょっと、もうちょっと可愛い女子と囲まれたかったのかな、この人は。ちょっと、女性願望の強いスタービーンズで良かったな、これは。ちょっとすごかったですね。どうした？何事だ？なんか、勝手に落ちていきましたけど。何か、我々の予想しなかった事態が発生した、ルル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 ル。絶対これはマメック王子ですね。来ました。ぐっしゃー。緊急事態のこの時に邪魔者めが。今はお前らに構っている暇はないんじゃ。すごいですちょっと完全に豆に退化しましたね、この人。ちょっとゲラコビッツが完全的な豆になりましたけど、ちょっとせっかく発芽したのにまたなんか種に戻りましたね。そっちがその気なら受けて立つまでよ。お前らなどキノコ王国まで吹き飛ばしてくれるわい。来ました。もうこれラスボスですよね。ラスボ…ちょっと待て、いきなりなんかすごいことが起こってるぞ、これは。ちょっと、いきなり1トンとかいうなんか罰ゲーム受けてますけど、なんかこれ、なんかあっさりやられちゃいそうな雰囲気がするんだけどな。やばいな、ちょっと。じゃあ、ちょっとアイテムで回復するか、ちょっと。これやばいですもんね。じゃあ、ナッツが全然ないっていうのがあれですけど、まあ、一回、もう行きましょう。ちょっと今完全に罰ゲームですけど、ちょっとなんかものすごい戦時中の、なんか服着てるみたいな感じになってますね、これ。ちょっと。じゃあ、ルイージも回復しましょう。キノコでしましょうか。ちょっと、スーパーキノコ全然ないんで、キノコだけやたら持ってるっていう。ちょっと保存量が効いてるんですかね、あのキノコだけ。出上げた方にサンダーが来るという。オッケーです。ようやく分かってきました。じゃあ、そろそろ攻撃仕掛けていきましょう。これはゲラゲモーナしか狙えるとこがないのか。じゃあ、これを集中狙いすれば、オッケー。よっしゃ。
ちょっと女性願望が強かったから逆に強すぎておっさんたちに囲まれるっていう、もう惨めな人ですけどこの人。よっしゃ、屈辱を味合わせてやる。オッケーです。で、また来ましたね。え、どれが本物の私かあんたらにわかるかい？ちょっと、なんか食料が増えたな、これは。ちょっと俺的には結構いいシステムだけど、これ。ちょっと顔の豆が3つに増えたっていう。ちょっとこれはすごいぞ。ちょっと、これで3日間は生きていけそうな感じだな、これは。それでは左から倒していきましょう。よし。とりあえず、もう外れるかどうかわかんないんで。あれ？当たりましたね。よっしゃ。なんかよくわかんないけど、当たりました。で、ちょっと、外れだったのか、もしかして。なんか、マリオとルイージが、また白内障になりましたね、これは。ちょっとやばいな。まあでも、とりあえずなんか、鎧みたいな感じで1トンが守ってくれてるんで、1トンの鎧をつけときましょう、常に。はい、来ました。オッケーです。違ったんですね、これは。で、コウモリになって戻ってくるっていう、この人今頃ハロウィン楽しんでますね、ちょっと。ちょっともう終わった途端ハロウィンやるっていう、ちょっと流行に乗り遅れるやつだな、この人は絶対。で、シロップもないという、やばいな、これは。じゃ、とりあえずシロップ使うか。ナッツじゃなくてシロップです。よし、できました。オッケーです。じゃあそろそろ目の手術しないとやばいんだけどな。ちょっと白内障がそろそろ全身に回ってきそうで怖いんですけど。これ何か見分ける手立てないんですかね。絶対なんかあるはずなんだけどな。特に何も変わった様子はないな、ちょっと。どれか一つの健康状態が悪いとかいう理由で、ちょっと本物かどうか見分けようと思ったんですけど、常に全員健康状態いいんで、これ行きましょう。端っこだけさっき攻撃してなかったんで。違ったか。何かあるはずですよね、これ絶対。ちょっと、まあ、見つけるまでは、ちょっとこの流行に乗り遅れてるかわいそうな、ちょっとゲラゲモーナをうまいこと行きましょう。わかりました、左です。一番左です。この人が攻撃したっていうことは左が正解です。で、やばいですね、ちょっと HP 見てませんでした、ちょっと。完全に HP、やばい。まずい。ちょっと、やばいことになってますけど、死にました完全にやられましたね。ちょっとやばいな。どうしよう。どっからだこれ。ちょっとすいません、あのセーブから再開って言ってるんですけど、これこのバーチャルメニューでやってたんですよ。なのでちょっと行きますね。どっからだどっから始まってるんだこれは。ちょっとすんごいとっから始まってますねこれ。ちょっとこれ、原作だったらもう涙涙ですけど。はい、じゃあちょっともう一回このバーチャルから、やっていきたいと思います。さあ、戻ってきたぞ。はい、お待たせしました。で、これ分身の結果なんですけど、攻撃を待たなくても、どれが本物の私かわかるかいっていうコメントありましたよね。あれを言ってる人が本人だったんですよ。はい、なのでそこを攻撃すればよかったみたいです。で、ちゃんともうこのバーチャルもこの戦い直後の様子をもう録画しといたんで、はい、またこっから復元できます。死ぬ気満々ですけど、行きますよ、今度は。はい。もうちゃんと、もう攻撃方法も分かってるんで。はい、オッケーです。なのに当たってしまうっていう。やばいな、これは。ちょっと学習能力全然ないですね、俺。じゃあもう一回行くぞ。もう今度こそ懲らしめましょう。ちょっと完全にキノコ王国どころか、それ以前まで吹き飛ばされたけどな。完全に吹き飛ばされてしまったけど、今度はもう行くぞ、絶対。本当に吹き飛ばされるとは思わなかったわ。ちょっとすんごい、ちょっともう有言実行するお方ですね、この人は。じゃあもう一回シロップ飲みましょう。
スーパーシロップ欲しいんだけどな。そう、これも買わないといけないな、絶対。はい、またお店寄ったら、ちょっと買っていきたいと思います。これで言うんですよ。言わないな。ちょっと、言わなくなっちゃいましたね。じゃあもうこういう時はジャンプしましょう。違いましたか？違いましたね。違ったら、こうやって流行に乗り遅れたかわいそうなハロウィンを楽しむんで、マリオちゃん一人で楽しもうぜみたいな感じで、ちょっと、よし。両手広げたら両手から、花火が来るっていう感じですね、これは。じゃあまたちょっと白内障にかかったマリオがいるんですけど、こっちです。これが正解だったんで、こっちにブラザーアタックをするか。よし。これから手出たんで、よし。ようやく正解が分かりました。よっしゃ、ザマーだ。これで、行くぞ。こっからもう完全に、どんどんもう、形勢逆転、しましょう。よっしゃ。これでいけるだろう。もう、攻撃もしてこなくなったし。なんか、白内障のマリオに同情してるんでしょうか、この人。ちょっと、ものすごい同情してる感じがあるけど。さあ、攻撃を、どれかわかんないので、とりあえず、もう、ジャンプ攻撃で。違ったか。これグヒャ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 っていうのは何でしょうね。ちょっと一人だけハロウィン楽しんでますよっていう、ちょっとなんか負け惜しみですかね、これ。ちょっと、私ヒディアですよっていうアピールをしてる感じがするけど。よっしゃ、これかな。よっしゃ、オッケー。基本こっちなのかって、またか。ちょっとクソと攻撃してほしいんだけどな。ちょっと分身ばっかりさえたら、拉致が開かないな、これ。よし。じゃあ、また、このヒギアですよ、アピールしてるから、ちょっともう、どんどん避けていきましょう。よし。もうだいぶ、わかりました。って言っても当たります、ちょっと。オッケーです。ちょっと、まさかの、自分の免疫力で、ちょっと白内障治したな、これ、マリオ。ちょ、ものすごい、免疫力を誇ってるけど。よっしゃ、じゃあ、もう一回右行きましょう。もうわかんないんで、上だったらどうしよう。よっしゃ、オッケー。やりました。右から、こう来ます。よし。で、次、右からまた来ます。で、次、左から来ます。オッケーです。もう左手上げたら、ルイージからと覚えときましょう、これは。じゃあ、この、ADB をもう一回行きましょう。もうこの技はどうやら能力が上がるみたいなんで、しぶとい奴らだね。私は忙しいんだ。さっさと終わらせてもらうよ。なんだ、ここから初の攻撃。初ではないですね。またこのブラックホールに、まあ、ルイージだけ落としましょう。ちょっと一人だけお酒飲んでたんで。はい。もうお酒飲む人はちょっと、もう落としましょう。本当に落ちなくてもいいんですけどね。じゃあ、ちょっとまたルイージなんか、鎧来たんですけど。まあいいでしょう。ちょっと鎧に守ってもらってるんで。はい。で、ちょっとなんか、顔面福笑いみたいな感じになってるけど、これは、もう福笑い楽しめよみたいな感じなのかな。まあいいや、俺は、そんなに引っかからないぞ。もう、福笑いなんか引っかからずに行くぞ、俺は。よっしゃ。ちょっと顔面福笑いで、ちょっとこちらの気を引くけど、ぐひゃぐえー。オッケーです、やりました。ちょっと、結構苦戦しましたね、今回は。ちょっと全部の敵と戦ってるんですけど。はい、どうやらまだレベルが足りないみたいです。じゃあ、今回のバトルで思ったんですけど、これ結構敵に引っかかるっていうことが分かったんですよ。なので、パワー上げときましょう。1か。ちょっと、か弱い男子を目指してるのかな、この、ルイージは。まさか、こんなことが。で、豆が動き出しました。ちょっと、種に戻ってしまった豆が、ギュラゲモーナ様、安心するるるるる。発芽しましたね。発芽してなんか2位まで、ちょっとなりましたね、これは。ちょっと、急な成長期を遂げたな、これ。このマシンでギラゲモーナ様のエネルギーを吸い取るるるる。ちょ、寝返ったか、この人。おー、完全に寝返ったな、これは。ちょっと。おー、ゲラコビッツ。最後の一撃を、
奴らに与えるのじゃ。なんかすごいソーダみたいになってるけど、なんか蜜野菜だみたいな感じに生まれ変わったのかな、これ。これは何でしょう。おー、来ました。ちょっとソーダ奪いに来たな、これは。ちょっと最後の一撃も食らわすことができずに、ちょ、あの人たちソーダに沈んでいきましたね。さあ早く落ちたスタービーンズの元へ。え、スタービーンズがピーチ姫の声を聞いた途端急に暴れ出した。何か知ってるかな、この人は。ピーチ姫の声を聞いたスタービーンズがなぜ暴れたのか、これには驚くべき秘密が隠されているのさ。というわけで、次回はこの秘密を知るというところから、やっていきたいと思います。詳しくはウェブでみたいな感じなんですけど、まあ、そんな感じです。はい。というわけで、詳しいことが知りたい方は、詳しくはウェブでなんで、はい、まあ、これが自体がウェブなんですけど、また次回のウェブでお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に探す時間をかけずに瞬時に見ることができます。そして最後、皆さんにも協力してほしいことがあるんですけども、もっといろんな人にこの動画を見てほしいっていう気持ちがありまして、Twitter、Facebook、その他いろんな SNS 共有サイトにちょっと共有していただきたいんですよ。そしたら見てくれてる皆さんももっといろんなファンと交流できて動画見るのが楽しくなるのではないかなってもっと思うんで、ぜひよろしくお願いいたします。